JR 東日本気配 E200 系機動車。気配 E200 系機動車。気配 E200 型機動車は、東日本旅客鉄道、JR 東日本の一般系機動車。2003年、平成15年に試作された、NE トレイン、気配 E991 系の試験結果を受け、2007年、平成19年に、世界で初めて営業用として投入された、ハイブリッド式。 シリーズ方式の鉄道車両でる。3両が量産先行車として、東急車両製造で製造され、小海線営業所に配置されて7月31日から小海線で営業運転を開始した。同線での営業運転開始から2009年、平成21年までの約2年間にわたって、量産車導入に向けたデータ収集を行っていた。 環境正規にふさわしい最新技術を用いたハイブリッド機動車の実現という特徴が評価され、鉄道ともの会の2008年ドローレル賞を受賞した。ディーゼルエンジンとリチウムイオン蓄電池、屋根状に設置を組み合わせ、車輪の駆動にカゴ形参照誘導電動機を使用する。発車時は蓄電池充電電力を使用し、加速時はディーゼルエンジンが動作して発電機を駆動し、 蓄電池電力と合わせて電動機を回転させる。減速時は電動機を発電機として利用し、運動エネルギーを電気に変換して蓄電池に充電する。ディーゼルエンジンは停止もしくは排気ブレーキ動作。したがって本形式の走行音は独特のものである。また、運転台に設置してあるモニタ装置やトイレ付近に設置された液晶ディスプレイは、 エネルギー転換の状況がリアルタイムに表示される。なお、内装については、中央線快速で実施したアンケートをもとに、キハ110系と比べて改良されている。車体は、軽量ステンレス構え体の拡幅車体とし、水軍線で運用されている、キハ E130 系機動車と同様に 2920mm の幅広、車体を採用し、 腰部から下を絞った形状としている。また、E231 系と同様に側面からの衝撃に対する安全向上策が図られている。両運転台車であり、床面高さはレール面から 1130mm としており、気配130と同じく気配110と比べて 45mm 低くなっている。塗装は、 小海線の持つ光源のイメージより青を基調に、黄色体をまとった配色とし、新システムであることをアピールするため、ハイブリッドトレーンの文字、トレーンは、ハイブリッドの D の部分に小さい文字で描かれているが、抜き文字で表示されている。バリアフリー対策で、キハ E130 系と同様に、通路部分の床面高さをキハ110系と比較して 45mm 下げている。また、 優先席部分で、吊り革の高さをき葉110形比で 40mm、低くしたり、色はオレンジでりても、オレンジ色、形状は他の部分も含めて E531 系電車と同一、スタンションポールの設置を行っている、形状は E233 系電車と同一。腰掛けの幅、ロングシート部分をき葉110形比で 20mm、拡大している。 小渕沢方の出入り口付近には、車椅子対応の自動ドア付き大型トイレを設置し、LED 式の旅客案内装置や、ドアチャイムドア開閉告知等を採用した。また、自動放送装置は、ワンマン運転のほか、車掌上無時にも使用される。キハ E200 型が採用している、ハイブリッドシステムは、エンジンの動力を直接駆動力には使用せず、発電機を回転させる。 電力用として使用され、発電機からの電力と搭載された蓄電池の電力と組み合わせて、モーターを駆動するシリーズハイブリッド方式と呼ばれるシステムであり、電車の技術が最大限に使用できるのが特徴である。システムを構成する機器類は、エンジンとそれに直結した発電機を持つエンジン発電機、主回路用蓄電池、主変換装置、 臨時駆動用のモーターで構成されており、立候時には、主回路用蓄電池からの電力、または、主回路用蓄電池とエンジン発電機からの両方の電力を使用して、主変換装置に内蔵された VVVF インバータ装置により、VVVF インバータ制御で、モーター、誘導電動機を駆動させる。制動時には、回生ブレーキにより、 モーターから発生した電力を VVVF インバータ装置を介して主回路用蓄電池に充電する。また、エンジン発電機の起動、または停止は主回路用蓄電池の充電状態により自動的に行われている。また、エネルギー管理制御システムを搭載しており、各装置からの情報を集約して最適な動作の指示を各装置に行うことで、 エンジン発電機と最適な蓄電池の密る放電の制御を行っている。エンジン発電機には排気ガス対策のためコモンレール方式の燃料噴射装置を使用した直噴式直列六気筒横形ディーゼルエンジン小松製 SA6D140HE-2JR 形式は DMF15HZ 定格出力 331kW 450PS 定格回転数 2100rpm1 と発電機、DM113 型交流発電機、出力 270kW 置を組み合わせている。主回路用蓄電池には、出力密度が高く、軽量高出力の IC122 系、リチウムイオン電池が使用されており、1両あたりの容量は 15.2kWh である。また、 蓄電池に不具合が発生した場合を考慮して、二群構成として冗長性を持たせている。主制御装置には C120 系種変換装置を搭載しており、補機類とサービス用の電源装置である、静止系、インタ、SIV と一体構成となっている。なお、補助電源装置の容量は 50kV アンペアである。主電動機は、 E231K に使用されている MT73 型をベースとした MT78K 誘導電動機定格出力 95kW を1両につき2個動力台車に装備している台車は E531K で使用されている台車を基本に気配 E130K 小諸型に動力台車の DT75 系小淵沢型に付随台車の TR260 型を 使用している。車両の床下には、主変換装置、エンジン発電機、エンジンラジエーター、制御用蓄電池箱、ブレーキ制御装置を満載しており、そのため、車両の屋上には、集中式冷房装置を挟んで、前くらいに、主回路用蓄電池を2個、後くらいに、元空気ダメの一部が搭載されている。また、各車には、補助電源で作動する。 メガヘルツ 3125C600N 型電動空気圧縮機 CP を搭載していい。加速度はキハ110系相当の時速 2.3kmS を有している。なお、同じハイブリッドシステムを持つ HBE300 系とは並結運転ができる機能を有しており、実際に長野地区向けの HBE300 系との試運転時に並結試験を行っている。 ハイブリッドシステムとコモンレール式のエンジンの採用により蓄電池を効率よく組み合わせて環境負荷の低減を図り従来のキハ110系機動車に比べて廃棄中の窒素酸化物や粒子状物質の60%低減を達成したまた合わせて燃料消費量は起伏の激しい小海線で約1 0低減を達成したアイドリングストップにより 駅停車時の騒音は約30デシベルまで低減されている。車両が停車発車加速打行制度、停車するまでの車両の状態は以下の通りになる。停車中、打行中発車時加速時制度時、前日の通り2007年7月31日から小海線で営業運転を開始した。出発式のあった日は3両編成で運行されたが、 通常は2両編成で運行され、1両は試験や検査で使用する。営業開始からしばらくは、先頭車の前面に、愛称の、交尾のヘッドサインを装着していた。通常機は、小諸駅小海駅間を中心に、小淵沢駅まで一往復する運用だが、小淵沢駅の米山駅間に、臨時列車が増発される場合は、臨時列車中心に運用されている。 量産者の導入については、今のところ具体的なビジョンは発表されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。